こんばんは。9月30日、9月最後のですね、ニコニコ生放送、岡田斗司夫ゼミです。えー、折膳さん、広告どうもありがとうございます。えー、なんかあの、始まる前にみんなのコメント欄っていうのを見てたんですけども、なんか懐かし大会やってるみたいですね。<laughs> なかなか楽しそうでいい、いいですね。あの、最後にはですね、あの、なんだろう、もうちょっと告知とかしてみようと思います。えー、今日は台風ですけども、えー、皆さん大丈夫でしょうかあの、 東京は、ね、今のところまだそんなにひどくはなってませんけども気をつけてください、えー、ではいきましょう、えー、今日はですねまああのフォンブラウンあの白い悪魔フォンブラウンと赤い彗星コロリョということで、えー、ロケットの話をしようと思いますまああの一応僕は本当にロケット好きでいろんな種類のおもちゃを集めてるんですよ。これはソフトビニールの、まあ、おもちゃですねあとはあのベルギーの、えー、漫画のですねバンドデシネの「タンタン」っていうのに出てくるロケットですね で、あとは、まあ、こういう、なんかこう、ライターなんですよね、これ。で、ライターで、中にあの、アルコール入ってないんですけど、まだ石があるので、ちょっとこう、火花が出たり、煙が出たりはします。で、こいつは生きてるので、ちょっとこの先のところ見てくれたら、お、こう火が出たりは一応するんですね。こういうふうにですね、あの、ロケットのおもちゃいろいろ集めてます。大きいのは、こういう、 なんでしょうねこれは、あの、パカッと開けると中に宇宙飛行士が二人乗っててですね。で、ここの部分をパカッと開けると、あの、宇宙犬がですね、えー、座っててとかですね、まあ。可愛くて好きなんですよね。で、えー、ここを開けるとパカッと開けると、この中から、まあ、月面車みたいなのがコロコロコロと出てくるというふうになってます。こんなですね、あのー、宇宙関係と言い,いますか、 まあ、スペースシャトルとかは全然集めてないんですね。ロケットなんです。ロケット好きですロケット集めるんですけども、まあ、不思議とみんなですね、これ、あの、同じような形してますよね、この5種類。同じような形してるんですよ、不思議と。で、えー、変でですね、なんでかというと、例えば月に行ったですね、あの、ロケットのサターン5型っていうのはこういう形をしてるんですよね。全然違うんですよね。あと、まあ、あの、現実にですね、アメリカ人をですね、軌道に送ったですね、レッドストーンロケット。 これもこういう形をしています。ですね。細長いですね。これ、まあ、現実のやつが真ん中で、こうおもちゃのやつがこうなんですよね。だから本当のロケットとなぜか違う形をしてるんですね。で、えー、これはあのソ連のですね、ソユーズをですね、まあ、あの宇宙空間に送るですね、R7 というロケットなんですけども、これもですね、やっぱりこの、 架空のロケットではないんですね。全然違う。なんでだろうっていうところから今日の話を始めようと思います。こいつね、ふらふらしてるんでですね。えっ、ー、と、なんでおもちゃのロケットといえば、よいしょ、この形になっちゃうのかですね。あとですね、あの、まあ、おじさん世代ですね。こう、面白いことに、おじさん世代にロケット書かせれば、大体みんなこの形書くんですよ。 あの、子供じゃなくて、それはなんでなんだろうと。もう一つですね。まあ、ああの、1百六十年代の宇宙ブームの時にですね、子供たちは、まあ、ま、あロケットが大好きだったんですね。で、ええー、まあ、この他にもこんなのもありましたしですね。あと、この宇宙船レッドシャークっていうのが、横山ミステルさんが、こう、書いたロケットが出てくる、宇宙船レッドシャークが出てくるっていう漫画なんですけれどもですね、これもですね、 なんかこう、不思議と共通点がある。共通点って何かっていうと、この辺のおもちゃの共通点ですね。これもそうなんですよ。このでかいやつもそうなんですけども、すべてですね、なんかこのチェッカー模様がついてるんですね。こういうところに。今日の僕もネクタイチェッカー模様なんですけども、すべてチェッカー模様がついてる。まあ、なんでだろうと。えー、変なんですよね。例えば、宇宙っぽくしたかったらですね、未来っぽくしたかったら、 チェッカー模様でなくてもいいんですよ。あの、例えばこういうアトミック柄っていうんですかね。これなんかこう、未来ですよっていう感じはこっちでもするはずだから、これを描いてもいいはずなんだけども、なぜか、なんだろうな、昔のロケットのおもちゃにはすべてこのチェッカー柄がついてるんですよね。えー、そうですね。あ、僕のネクタイも、あのそうですね。あの、チェッカー柄のやつが欲しかったらクロアチアに売ってるんで,です、ね。それが一番いいと聞いたんで。 え三、ー、つ目。不思議なことが三つあるんですけど、三つ目ですね。このおもちゃなんですけども、まあこれプラモデルなんですよ。で、えー、ここのところにですね、ドアがついてるんですね。で、その他にですね、フィギュアもついてると。ちょっと取りにくいな。フィギュアついててですね、これ、パイロットみたいなおじさんと、スチアーデスみたいなお姉さん。小さいからわかりにくいですね。 二人こう乗ってるんですけどもですね。えー、こういうですね、こう宇宙旅行がかか語られていた時代でもあったんですね。1960年代の頭ぐらいなんですけれども、このプラモデルが売られてたのはですね。まあ、だいたいイメージとしてはアメリカの郊外ですね。あの、まあ、駅、街から5分ぐらいの丘の上、自転車で走って、街から5分ぐらい。おら、なんか黒くなったけど大丈夫あ、大丈夫だね。 街から走って、まあ自転車で5分くらいの丘の上にですね、7歳くらいの男の子が、バーっと駆け上がっていく。丘の上を駆け上がってくると。まあ、ニューヨークから仕事で帰ってくるお父さんを待って、丘の上に自転車で駆け上がっていって、空を見ると、空の上になんか真っ白な雲が、もう真っ青な紺色の空の上に真っ白の雲が一本だけシューと伸びてきて、それが見る前に頭の上で停止したかと思うとですね、このロケットがですね、お尻から火を吹いて、ゴー って降りてくるんですね。で降りてきて着陸してドアが開くと最初に父親デスさんが現れてで次に父親が現れると男の子は、えー、父親に駆け寄ってですねタラップ降りてきた父親に駆け寄ってまあ終末が始まるとこういうイメージこれ何かっていうとですねここに書いてあるたって説明しますねこのプラモデル実は箱がこれなんですね サターンっていうですね、ウケットです。インタープライナリースペースビハイクルって書いてます。つまり、えー、惑星間、えー、飛行宇宙船っていうふうな意味なんですけども、これを見ると半ズボンですから、まあ、実際は少年が降り、タラップを降りてきて、で、ここで待ってるお母さんとかお父さんに会うみたいなイメージなんですけどもですね、これ当時売ってたプラモデルなんですね。ところがですね、同じパッケージで、この隣のやつを見てください。 ちょっとだけ色味が違うんですけども、こちら側のアトラスっていうのは、全く同じプロモデルです。パッケージ違いで、サテライトインターコンチネンタルバラ,スバラスティックミサイルって書いてある。これどういう意味かっていうと、サテライト衛星軌道のインターコンチネンタル大陸間弾道ミサイルってことなんですね。これはあの、パッケージが違うだけで同じ商品、同じメーカーから出てる同じ商品で、片一方は楽しいなんか夢の宇宙旅行を語り、 もう片一方は核戦争を語っているっていうことなんですよね。なんでね、あの、そういう、なんか世界を素晴らしく作り上げるですね、力と世界を核の炎で滅ぼしてしまう力が、この、なんでこのロケットというのはこの夢と悪夢の二つ、両方の顔を持っているのかですね。で、夢と悪夢のね、両方の顔を持っているといえば、僕にとっては、 マジンガー Z なんですね。<laughs> マジンガー Z。これあの、長い号のマジンガー Z の最近のバージョンから撮ってきたんですけども、マジンガー Z を作ったのは、えー、主人公、カブトコジのおじいちゃん、カブト蔵です。で、カブト蔵博士はロボット研究の事故で、カブトコジの両親を死なせてしまう。で、以後、あの秘密の地下の研究所で内緒の研究に打ち込んでですね、ついに巨大ロボットマジンガー Z を完成させると。そうすると、 神となり人類を救うことも、悪魔となり世界を滅ぼすことも可能じゃ、工事世界を手玉に取るがよい。と言ってですね、お前は神にも悪魔にもなれるっていうのが、マジンガー Z 少年ジャンプに連載されていた漫画のですね、まあ、衝撃の第一話だったんですけども、今のロボットもの、ガンダムもそうなんですけども、巨大ロボットものっていうのは、大体そこにつながるテーマっていうのはたった一つで、神にも悪魔にもなれるスーパーパワーを与えられた。 君はどうするっていうのがですね。これあの、マジンガーデッドから始まった、大体巨大ロボットもののテーマってここなんですね。で、巨大ロボットだけじゃないです。例えば、マーベルのアベンジャーシリーズもそうですし、スーパーマンも同じですよね。巨大な力を与えられた時に人は何をするだろうか、すべきだろうかっていう。で、例えばその風の谷のナウシカだって、 作られた時は、あの、ナウシカの共振兵が開発されて作られた時は、これで世界平和がやってくるっていうふうに科学者たちは思ったはずなんですよ。ロケットも同じように、生まれた時からですね、なんかこう、神にも悪魔にもなれるっていうようなですね、人々に思われた。だから、この宇宙飛行と核ミサイルと両方のものがですね、同じプラモデルが箱違いで、あの、2つのバージョン出ることになったわけなんですね。で、なんでなのか。 まとめると、三つの不思議ですね。なんでロケットのイメージは同じで、まあこれ違いますけども、なんか大体似たような形してんのかと。で、その似たような形のロケットに、なんでチェッカー模様が書いてあるのか。で、最後にですね、なんでロケットは神と悪魔両方のイメージがくっついちゃってんのかですね。えー、この三つをですね、三つの謎を語りながら、二人の天才、白い悪魔、 えー、フォン・ブラウンとですね、赤い彗星、コロリョフの二人の科学者の人生というのを、まあ、今日はちょっとずつ語っていきたいと思います。ちょっと怖いからしまうね、<laughs> 手元のやつ。<laughs> あのね、<laughs> 特に今高いやつをしまったんだけど <laughs>、ケチだね <laughs>、えー。じゃあどっから行こうかな。これもゃ、邪魔だから見えないところに置いてく。<laughs> 好きなんだけどね <laughs>、えー。今日はですね、あの、 アポロ月着陸60周年企画。来年ね、えー、2019年ってアポロ月着陸が1969年の7月20日なので、来年がちょうど60周年なんですよ。で、これから世界中でアポロ再評価とかですね、月着陸が話題になると。だからあの、前回話したゾゾタウンの前園さん、前園さん、さんだ、がうまいなと思ったのは、このタイミングで発表することなんだよね。だから、 多分これから1年間ずーっと世界中のいろんなところで月着陸とかアポロってやったら、その度にそう言えばっていう話になって、で、えー、日本人のあの前澤がっていう話になるに決まってるから、もう発表するのはここでしかありえないというタイミング。で、あと、あの、先週の放送の後見た嵐のようなですね、そのいろんなビジネス番組に前澤さんが出てですね、で、いろいろ語ってるというですね、もう全部あれあらかじめ並んでたんだよね。結局、あの、 ガイアの夜明けとか、だからそういうのに出るという設定で、じゃあ記者会見をいつにしようというのが全て並んでた最高のタイミングでやってるから、もう本当にね、あの、なんだろうな、うまいプレゼンを僕ら見てるようなもんなんで、もう最高にするのが一番いいよな。で、今回はですね、白い悪魔フォンブラウンと赤い水星コロヨルフですね。で、第2部が、まあ年内にできればいいんですけど、ライトスタッフということで、オタクと宇宙飛行士たち。 第3部アポロ計画、宇宙ブームと夢の終わりというふうな形でやってみたいと思います。来年の7月にですね、このアポロ計画をやろうと思うんですけども、まあ、それまで3回にわたって、えー、語りたいと思う。これ今日は第1回です、えー。じゃあですね、今日のですね、まあこんな話になるよっていうのを、もう一回ちょっと立ち上がりますけども、えー、人物相関図出します、えー。すいません、でかいです。 大体登場人物ですね、これぐらいいます。えー、ここに、セオドア・ルーズベルト、スターリン、チャーチルからいて、それと戦ってるヒトラー、ヒトラーの部下のドルンベルが、え黒いブラウン、その後に白いブラウンになりますよ、と。で、えー、ルーズベルトの後ですね、アイザンハワー大統領にて、ケネディ、ジョンソン、ニクソンまで行かないと、月旅行まで行きません。で、えー、そもそもヒトラーがなんで V-2 号を作ったのか、ロケットを作ったのかというのは、ベルサイユ条約で、 ここですね。ベルサイユ条約でドイツのですね、大砲の生産数が決定されてしまっているから。で、それを打ち破るためには大砲じゃない。これはロケットだ。ベルサイユ条約に引っかからない兵器だ。ということで始めたわけですね。で、このスターリン自身がですね、次のですね、マレンコフがすぐに死んじゃって殺されちゃって、フルチショフになってから、 なんでこんなにソ連はですね、宇宙開発に力を入れるようになったのか。で、スティーブン・キング、スティーブン、えっ、ー、と、スタンリー・キューブリック、富野義之などに影響を与えですね、シ、え、ロ、ー・白ブラウンになってからはヴァンガードが失敗した、エクスプローラー成功だ、マーキュリー、ジェミニー、アポロ計画とどんどん進んでいくぞという、この全体像を語っていこうと思います。なので、まあ、本当に一回で終わるはずないんだよね。で、 ここにあのあ、ごめん、もう一回書いてたちっちゃい部分ね。えー、ここに行くまでにですね、えベルヌ対ウェルズの大喧嘩。で、その後、ツェルコフスキー、フェルマン・オーベルとウィリー・レイフ、フォン・ブラウン・ゴダードっていう流れをちょっと今から説明します。だよね。なんかね、もうね、ほとんど一人で NHK 特集やっていた気持ちになっていくんだけども。はい、えー、じゃあ、 相関図をですねちょっとあの例えばそのあのねあここにですねえー、っと黒ブラウンあの本当はフォンブラウンの横にアインシュタインで書かなきゃいけないんですよねでなんでアインシュタインで書かなきゃいけないのかっていうと、えー、僕も本当にねこの間まで知らなかったんだけども あの、相対性理論のアインシュタインと実は関係があったとかですね。あの、そういうもうほんと小さい話もいっぱいいっぱいあるんで、まあ、頑張って話していきます。とりあえず、ロケットのそもそもの始め。さっきあの小さく書いてた部分の拡大版から始めましょう。 これ映ってるかな大丈夫ですよね。もともとですね、フランスの冒険作家、ジュール・ベルンから話し始めますね、こいつ。はい、フランス人です。フランスの冒険作家です。で、弁護士の息子です。パリで法律を学んでるんですけども、ドラ息子ですから、ポエム書いたり、遊んでるうちに小説家になっちゃった。金持ちの息子です。それに対して HG ・ウェルズは貧乏人の子供です。ここを頭に入れておいてください。で、月世界旅行を書いたのは1865年です。内容は当時のですね、最新の流行だったですね、最新科学ですね。 大砲工学というのがあるんですよ。つまりどれぐらいの直径の大砲を作ったらどこまで遠く撃てるのかっていうですね、大砲工学というのが最新の科学だったんですけど、それで直径2.1メートルの中が空っぽのアルミニウムの砲弾を全長270メートルという巨大な大砲で撃てば人間を月に送れるという。これ本当にそうなんですよ。計算して出したのを、それを小説にしたんですね。 で、巨大な大砲はですね、フロイダに作られて、打ち上げは成功したけども、方向にわずかな狂いが出て、帰ってこれなくなると。中の3人は月の周回軌道でぐるぐる帰ってこれなくなると。で、月に本当は着陸するはずだった逆噴射ロケットを使って、月の軌道を離れてですね、で、そのまま太平洋に落ちてですね、アメリカの軍艦に助けられるという小説を書いてですね、月世界旅行で大ヒットしました。まあ、あの、 大砲の砲弾の反動、いわゆる G ですね。中の衝撃をどういうふうにするのかというと、中になんか水をいっぱい満たしてて、その水の中に中空のアルミニウムの弾を置いて、で、その水も発射と同時にですね、外に圧力で漏れていくようになるとかいう、まあ、いろいろ無理はあるんだけども、その当時なりのリアリティをいっぱいいっぱい詰め込んだ作品です。長さ270メートルの大砲はですね、当然物質という、大砲という形ではなくてですね、あのフロリダの 山にですね、深さ270メートルの穴を掘って、その穴の内側に方針を鋳造で作るという方法をとっています。ただ、ジュール・ベルヌはなかなか考えています。で、これですね、実は後のアポロ計画にそっくりなんですね。例えば、フロリダから打ち上げて、月の周回軌道に乗ってですね、で、太平洋に着陸、着水して、軍艦に拾ってもらうというのも本当にそっくりなので、あんまジュール・ベルヌはですね、 SF の父というふうにも言われてるんですけども、もう一人月旅行を書いた作家が HG ウェールズ、イギリスです。えー、HG というのはハーバード・ジョージ・ウェルズなんですけど、こっちは苦労人です。もうお父さんもお母さんも貴族の家のですね、召使いなんですね。で、なのでですね、もう小遣いなんか子供の頃からもらったことがないと。 勉強はすべて旦那様の書斎の本を盗み読むということで勉強していた HG ウェルズ君はですね、学校の先生になりたくて、小学期もらって学校の先生の学校、市販学校というところに行ったんですけども、まあ当時のですね、19世紀のイギリスは差別が厳しくて、たかがみ、飯使いの 息子が教師になるなんてっていろんないじめがあってですね。結局あの、辞めちゃったんですよね、学校。で、仕方なくジャーナリスト、作家になったと。で、作家になったらですね、当時のやっぱ流行の科学を取り入れて書ける人っていうのはすごく少なかったんですね。だからジュール・ベルヌも流行ってたのもそれのおかげなんですよ。当時の科学っていうのをちゃんと小説の中に入れる作家っていうのは少なく。だってロマン派ですから、当時のあの、ま、なんだろうな。 明治大正時代の日本の小説を考えてもらったらわかる通り、とりあえず大ロマンス、貴族しかできなかったような恋愛っていうのを人間がするんだっていうのことだけが、まあ、市民がするんだっていうことで新しかった。その中で江戸川乱ーという人が、いや、そうじゃなくて殺人とかそういうふうなものは人間が情念でするものではなくて、冷徹な動機があって、このような方法で殺人するんだという科学的な試観というのを初めて え、殺人事件の小説に持ち込んでミステリーというジャンルを書いた。その当時なんですよ。だから科学的な知識を入れるってことは、両者ともに大ヒットになったんですね。で、えー、まぁ、あ、HG ウェルズは当時の,あの科学を入れてですね、タイムマシーンなどを書いたんですけども、ただ、実際の HG ウェルズっていうのはもうちょっと視野の広い、あの、なんだろう、思想家で、あの、後に国際連盟を提唱するんですね。 国家同士の争いというのを調停する機関として国際連盟っていうのを提唱して、提唱するだけではなくて、アメリカの大統領とかですね、あとレーニンとかですね、スターリンに直談判して、本当に国際連盟を作っちゃったっていうですね、まあ、SF の父というには偉すぎる人なんですよ。で、すません。で、この H.G. ウェルズがですね、書いた、月世界最初の男、1901年、21世紀最初の作品ですね、ウェルズはですね、 あの、ベルヌが書いた大砲で月に行くという方法をですね。ダサいというふうに切り捨ててですね。半重力物質、ケイバリッドっていう、これ現実にはないんです。核の物質を考えて、そのケイバリッドで宇宙船を作って主人公を月に行かせるとで。月に行ったら、そこには動物も人間もいて、月人間がいて、蟻のような階級社会を作っていくと。つまり、ウェルズが書きたかったのは、どうやって月に行くのかっていう、そのベルヌ的な話ではなくて、その、 階級とか人間、人間の社会と違うもう一つの社会と民主主義との対立みたいなものを書きたかったんですね。で、えー、世界的な作家、これ二人ともそうなんですけど、世界的なベストセラー作家が書いた二つの宇宙小説というのは大ベストセラーになったんですけども、 まあ、ついに二人はドーバー海峡を挟んで喧嘩まで始めちゃうんですよね。時に1901年21世紀の、あ、20世紀だ、20世紀の最初の年は、このドーバー海峡を挟んだ二人のですね、フランス人とイギリス人の喧嘩で始まったんですけども、まずはですね、ウェルズがベルンをバッサリ切り捨てて、あの、ウェルズが、 え、ベルのバスル気づけでとりあえず大砲は出さいというふうに言ったんですけど、そうするとベルヌは、俺はちゃんと計算したと。お前のは科学じゃないファンタジーだと。反重力物質なんかがあるなと持思ってこいというふうに言ってですね、<laughs> 延々喧嘩してるんですけど、ただ、 このフランス作家とイギリス作家の喧嘩っていうのは初めてじゃないんですよ。その何年か前にですね、コナンドイルとですね、ルパンを書いてたモーリス・ルブランが大喧嘩をして、<laughs> きっかけはですね、モーリス・ルブランが自分の小説のルパンシリーズの中に、あの、シャーロック・ホームズを出したんですよね。で、シャーロック・ホームズを悪役として出して、コナンドイルがめちゃくちゃ怒ったと。で、コナンドイルが苦情を送ったんだけども、 ルブランはですね、ほーら見ろやっぱりイギリス人はこんなにせこい奴ばっかりだっていうふうに嘲笑ったと。お前もルパン出せばいいじゃんっていうふうに言ってですね。これがまあ、あの、きっかけの一つになって国際著作権法っていうのがですね、どんどん法整備が進むことになったきっかけの一つなんですけど、まあもともとイギリス人とフランス人の特にサッカーは仲が悪いと。で、こんな不毛な喧嘩をしているちょうど同時期にですね、ロシアの奥地でツルコフスキーっていうですね、中学校の先生です。 耳が悪いっていうか、もうほぼ耳が聞こえない。えー、耳が聞こえない中学校の先生、ツルコフスキーが、ジュール・ベルヌから影響を受けてですね。で、反作用利用装置による宇宙探検っていうですね、論文を書きました。反作用利用装置、ロケットのことですね、による宇宙探検ですね。えー、これ書いたのが1903年です。ライト兄弟がキティ・ホークでですね、飛行機を飛ばしたのと同じ年ですね。 で、えー、人工衛星とかですね、ここに書いてあるのは多段式ロケットなんですよ。レールの上は走ってるんですけど、1段目、2段目、3段目というふうな形で、加速する形で、えー、人工衛星を空に飛ばせるというですね。まあ、あの、ものすごい貧乏で本当に死ぬまで恵まれなかった人なんですけども、人工衛星多段式ロケット、あと軌道エレベーターなんかも、このツェルコフスキーがもう、あの、1900、 えー、3年ですかの段階で全部考えてるんです。だから僕らは、このツェルコフスキーが考えたことをようやっとなんかおさらいして現実化してるっていうことなんですけども、まあ原理を考案してくれてます。で、一方アメリカでは、ですね。えー、そうです。一方、これ、 ロシアでは、ソ連ではゼルコフスキーですね。で、一方アメリカでは H.G. ウェルズの小説を読んで、めちゃくちゃ感激したですね、ゴダード。人間不信って書いてあるんですか。そうなんですよ。<laughs> 人間不信のゴダードがですね、やっぱこれもあの、これは大学の先生だなんですけども、えー、っとですね、1926年ですね、初の液体燃料ロケットを作りました。これはまあ有名な写真なんですけども、実際はですね、液体燃料ロケットっていうのは、まあこの部分だと思ってください。 ここに燃料タンクがあって、ここにロケットモーターがあって、で、こっからここへ燃料を送ってるんですよ。だから、この細い針金のこの真ん中辺の部分だけがロケットなんですけども、えー、初の、ね、液体燃料ロケットの打ち上げに成功しましたですね。で、この写真自体はですね、えー、近所のですね、あの、エフィおばさんというですね、ゴダードの近所に住んでるエフィおばさんというおばさんの農場で撮影したものです。撮影したものです。 で、ゴダード自体はまあ人間嫌いで、もうほとんど誰とも喋らずに一人で研究してたもんだから、なんかね、援助してくれる人がいなかったんですよ。ところが、この写真がきっかけでですね、あの、大西洋単独飛行で横断したですね、英雄のリンドバークですね、チャールズ・リンドバークがですね、援助を申し込んできた。で、ゴダードは大喜びして、ただ、 間が悪いことに、ゴダードも人間嫌いなんですけども、チャールズ・リンドバークは和をかけて人間嫌いだったんですよ。人間嫌いの二人同士だから、話もあんまり進まずに、とりあえず、あの、援助だけもらって、 ゴダードはですね、新しい研究所を建てることに成功した。その新しい研究所の場所がニューメキシコ州ロズウェルっていうですね、本当なのかよってうまくできた話なんですけど、<laughs> ニューメキシコ州ロズウェルで、で、ここでですね、あの、ゴダード何を始めたかっていうと、リニアモーターカーの研究を始めたらしいんですね。とにかく、ツェルコフスキーにしてもゴダードにしても、早すぎるんですよ、と。めちゃくちゃ早すぎる。しかし、時代の先を行き過ぎたゴダードは、 結局、もう真面目な話、誰にも理解されずに、このロケット、液体ロケットを世界で初めて、ただ単に学校の先生が作ったんですけど、それも誰も理解せずに、アメリカの陸軍なんかは飛行機を飛ばすときの、まあ、補助エンジンとしていいかなと言って研究費をちょっと渡したぐらいで,ですね。そのまま死んでしまったと。だから、チェルコフスキーもゴダードも死んでからあと、あいつらすごかったんだなというふうに言われたんですね。 で、一方ですね、全く同時期のドイツですね。えー、ゴダートと同時期のドイツです。はい。えー、こっからですね、今度は頑固って書いてあります。 もうね、このロケット初期のやつがね、なんでうまくいかなかったかっていうと、シンプルに、まず、長老同士が喧嘩してる。で、その、弟子筋のツェルコフスキは耳が悪くて、人と話ができない。ゴダードは人間不信。で、リンドバークは頑張られていてくれるんだけど、こいつも人間不信。で、ヘルマン・オーベルと次に出てくる、こいつは頑固。腸がつく頑固者で,ですね。まあ、他の人間とは話ができないんですよね。なので、なかなかですね、えー 大型の研究できない。いわゆる18世紀、19世紀型のですね、研究者なんですね。たった一人で納屋を改造して、そこで錬金術みたいな怪しげなことをして、発明品を作るという。18世紀、19世紀の天才とか、あと発明家というのはそういう人ばっかりだったんですけども、ここまでのオーベルトまでの人は全部そうだったんですよ。で えー、まあ、同時期のドイツですね。その1926年あたりのドイツっていうのは、第一大戦で敗れた、まあ、負けたドイツはですね、とんでもないインフレです毎日毎日とんでもなく物の値段が上がって仕方がないと。で 国中に飢え死にする人とかですね、あの、凍えて死ぬ人、凍死する人が溢れていたと。もう死体だらけだったと。そんな時ですね、第一次大戦中に軍医として、軍の医者として従軍していたヘルマン・オーベルトですね。この医者がですね、子供の頃に夢中になったジュール・ベルヌ、やっぱジュール・ベルヌなんですね。<laughs> ジュール・ベルヌと、あとはアメリカから論文を取り寄せたゴダード。やっとこの二つの流れが一つになるわけですね。<laughs> がですね、 二つの論、この二つの流れをもとにですね、惑星間宇宙のロケットっていうですね、論文を書いたんです。で、これが、まあ、ゴダウドの実験よりもちょっと早くですね、三年早い、1923年。ちょうど世界大恐慌の頃なんです。終わ、やっと一息終わった頃です。で、ヘルマン・オーベルトっていうのはね、今回話に出てくる中で、まあ、一番かっこいいじいさん,なんですよ。この中央のやつなんですけども、えー、これ、隣にいるのがフォン・ブラウンです。 後に仲直りしてですね、フォン・ブラウンに呼ばれてアメリカに来たんですけども、もうドイツの頑固なじいさんって感じに丸出しでですね <laughs>、あの、はっきり言って、歩くランバラルだと思ってください <laughs>。めちゃくちゃ怖い <laughs>。ただ、かっこいいはかっこいいんですよね <laughs> で。で、えー、で、このフェルマン・オーベルトは惑星化宇宙へのロケットという論文、あとその後に本も書いたんですが、なんで書いたのかっていうと、あの、とにかく、 当時のドイツっていうのは戦争に負けて貧乏で飢え死ぬ人がいて、じゃあどうなるのかってみんな食べるために必死じゃないんですよ。どちらかというと、どうにかして夢を見たい、何か未来の明るい話が聞きたいということで、ドイツ中がなんか湧いてたらしいんですね。だから、その時にちょうどフィリッツ・ラングが、という映画監督がメトロポリスという映画を公開したりですね、あの、SF 映画が結構ドイツ表現主義の中から出てきた時代でもあるんですよ。人間っていうのはどん底まで落ちると、 逆に夢を求めて夢に金を払うようになるという不思議な世界だったんですけども、まあ、その時にですね、その1923年あたりのどん底のドイツに夢を与えたのが今言ったフィリッツ・ラングという SF 映画を撮った監督と、もう一つはナチス・ドイツ、ナチス党だったんですね。この二つがですね、まあ、後に不思議な出会いをすることになります。ともかくオーベルとこの爺さんは有名になってですね、アマチュア団体、ドイツ宇宙旅行協会というのを作ります。 そこに参加してきた18歳の大学生がこのフォン・ブラウン君ですね。えー、まあまあ、フォン・ブラウン君のことは後でやりますので、以上ですね。3人ですね。えー、チェルコフスキー、ゴダードヘで、ヘルマン・オーベルトですね。この3人はとにかくずコミュッコミュニティ、コミュニケーション障害で頑固で人と働けない。良くも悪くも孤高の天才なんですね。 まあそうなんですよ。ここの天才なんです。で、それに対して、そのフォン・ブラウンっていうのは、なんかあのー、全然違う人だったんですけども、まあ、だからこの3人、ここの天才はすごいことを思いつくし、発明だったりするんですけども、人と動かせない。19世紀までの科学ではそれは良かったのかわかんないですけど、20世紀っていうのは巨大プロジェクトの時代なのでですね、あのー、 やっぱり時代遅れの人という言い方なんですけども、死後評価される。あの、生きてる間あまり評価されないような人になっちゃった。で、今回主役のウェルナー・フォン・ブラウンは、巨大プロジェクト時代の申し子です。人を動かして、自分も一緒に働いて、どん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 ,どんプロジェクトを大きくしてお金を集めるということが大好きで得意でした。で、それに対してですね、もう一人、えー、もう一人の主役ですね、セルゲイ・コロリョフですね。ソ連の。セルゲイ・コロリョフは逆で、 孤高の天才世代の生き残りなんですね。最後のその世代と言ってもいい。その国交の天才世代が人に頭下げるのは嫌だ。人と一緒に働くのは嫌だと。頭下げるんだったら最高権力者のみと言って、そのフルチショフにどのように取り入って、そして宇宙開発をしていったのかですね。フォン・ブラウンはドイツの運命を変えてしまったし、コロレフはソ連の運命を変えてしまった男でもあります。どちらかというとこれまで、 ななんだろうな歴史を語るときにはですねそのロケットでしか語られてないんですけど実はこの二人はですねそれぞれの国のですねフォン・ブラウンは後にアメリカの国の方向性までも変えてしまったとんでもないやつなんですけれどもですね、えー、えっとですねよいしょおどこだっけあこっちだはい。 えー、白い悪魔、フォン・ブラウンですね。まあまあまあ、ドイツから来てまだ40手前ぐらいでですね、えー、17歳の嫁をもらってですね、一番こう、生き生きしてた時代です。あの、ドイツ人って、 子供の頃にですね、あの、幼馴染みで言い,い名付け作るのが多い。あと親が決めたというのも多いんですけども、フォン・ブラウン自身も結婚決まったのが相手が11歳の時で、もうその時から熱烈なラブレターを11歳の彼女に送っててですね、17歳になった時にアメリカに呼んで結婚したってうもうその時こいつも40歳近かったんですけども、 あの、まあ、そういう民族だと言われれば民族なんですけれどもですね。<laughs> えー、まあ、一番イケイケだった時代ですね。えー、白い悪魔という僕が呼んでるフォン・ブラウンです。えー、彼はロケット界のビル・ゲイツでもありましたですね。あ、ビル・ゲイツっていうのはアップルとか IBM とかすらと手を組むのを恐れない。本当だったら、 マイコンとかですね、マイクロコンピューターやった人っていうのは IBM というのを恐れたりですね、もしくは反発したりするんですけど、そういうところと手を組むのも恐れない。ライバルのアップルにもですね、平気でですね、OS を提供すると。まあ、目的のためには手段を選ばないという、だから、それがビル・ゲイツなんですけど、フォンブラウンも同じなんですよね。ドイツ宇宙旅行協会のメンバーが大反対する中、一人でですね、ナチス党に入って、で、強制収容所から、 あの、集めた痩せこけた奴隷たちとかですね、ポーランド人とかですね、あとソ連の捕虜の兵隊とかをかき集めて、一年中火の当たらない洞窟の中で働かせたと。もう何万人も殺して v 2号ロケットを作ったんですね。まさに目的のためには手段を選ばないですね。白い悪魔フォンブラウンです。で、彼はですね、あの、第二次大戦で、ドイツが降伏する前からですね、すでにアメリカに 亡命する計画を立ててました。で、同僚を説得してたんですね。もうドイツ負けるからアメリカに亡命しようよっていうふうに言っててですね。もうそれもただのですね、亡命逃亡じゃないんですよ。できるだけアメリカに自分たちを高く売るためにですね、あのロケットの完成品数十台とですね、部品すべて、組み立て済みの部品すべて、あと図面とかデータの写し、実験データの写しと,とかなど、貨車、列車の 貨車にしてですね、200台分って言うんですけど、200台とか500台とかって言われてるんですけど、それだけの台数の貨車を全部持ち逃げしたんですね。で、このあたりの戦略家ぶりっていうんですか、やり手ぶりもなかなかこうビルゲイツっぽいと思います。で、で、結局捕虜としてですね、亡命したんですけど、捕虜としてアメリカに輸送された後もですね、俺たちは科学者だと、捕虜じゃないと。科学者でロケットを作らせるときううに抗議して、 で、抗議してもそれがあんまりね、ダメだと、お前らはなんかもう用はないって言って、もう本当にあの、ホワイトサンツっていう砂漠地帯の中で冷や飯食らわされるんですけども、その、そうなったそうなったで、今度はですね、ウォルト・ディズニーに接近して、これやっぱその時の、あの、 写真なんですね。ウォルト・ディズニーに接近して、ウォルト・ディズニーのテレビ番組の中で主演して、で、自分がですね、主役のですね、科学番組のシリーズを作らせたんですよね。で、最初はですね、みんな、ナチアロとか人殺しとかと言われたんですけども、この人ですね、俺はロケットを作りたかっただけだと。そのためなら悪魔とだって契約してやるというふうに発言してですね、大炎上したんですよ。すごいおっさんですよね。で、ユダヤ人のですね、 で、あの、ハーバード大学の教授でユダヤ人のですね、トム・レーラーっていう人がですね、当時の有名人にいたんですけども、トム・レーラーはですね、パロディーソングを作るのは有名な人だったんですね。ピアノ弾き語りしながら。そのトム・レイラーが、ベルナー・フォン・ブラウンの歌っていうのを当時歌って、これが大ヒットしたんですけども、ナチスの殺し屋・フォン・ブラウンとか <laughs> いや、アメリカ人の金は山ほど使ってやがる。それだけの金があったら、ああ、どれだけ貧乏な子供たちが学校に行って輝く笑顔を取り戻せるだろうっていうリフレインがこんな回もあるですね。<laughs> 個人名がタイトルの歌ですよ。ウェルナー・フォン・ブラウンってやつ作って。それもアメリカ大ヒットしたんですけども、ただ、フォン・ブラウンにとって運が良かったのがですね、ちょうどその頃アメリカはですね、赤狩りブームに突入したんですよ。つまり、かつてのナチス・ドイツっていう憎い怖い、なんかこう嫌な奴らよりはもっと怖い共産主義者っていうのが出てきた。その共産主義者はアメリカは憎むようになってですね、ついにフォン・ブラウンに追い風が吹き出したんですね。 いや、フォンブラウンいいじゃん。共産主義者を追い詰めることをやってくれると。ソ連に対抗してアメリカのミサイルを作ってくれるというふうなことで、フォンブラウンに追い風が吹き始めたと。で、フォンブラウン自身もさっき、その炎上発言とかするんですけど、空気読まないってことは決してないんですよ。ちゃんと謝罪すべきとか謝罪するんですね。例えば、ユダヤ人でナチスに、その両親を収容所で虐殺されたっていう人には、もう涙を流しながら、涙を流しながら、私はユダヤ人に、 殺害には全く関与しなかった。全く関与しなかったけども、しかし、今の全てのドイツの国民って同じく、あなたとご両親にはいくら謝罪しても足りない、許してもらえないというふうに頭を下げるというですね。こういうなんかその、分かってる抑え方、ちゃんとした抑え方をする人でもあったんですよね。でも、じゃあなんでロケット開発したんだという、その正当性だけは、それは私には夢があったからだと。ロケット開発はナチのためにしたんじゃない。人類のためにしたんだ。と、この一戦だけは、 全然ね、あの、譲らなかった人です。さて、一方ですね、ジオンの赤い彗星じゃなくて、ソ連の赤い月スプートニックを打ち上げた男、赤い彗星コロリョフですね。えー、コロリョフ、このおじさんはですね、あの、あんまりいい写真が残ってないんです。なんでかっていうと、正体が死ぬまで秘密にされてたから。ら、えー。主任設計士とだけ呼ばれてですね、名前も身分も全部秘密、写真も一切出なかったんですね。 で、死んでから初めてセルゲイ・コロリョフという人が主任設計士でしたっていうふうに発表されて、まあ、ようやく写真が出始めたんですけども、このコロリョフはですね、フォンブランと違って苦労人です。なんせ、あの、ソ連で一番最初に液体燃料でロケットを作ったのにもかかわらずですね、その時、あの、なんだろうな、 あ一緒にやってたのはい、ね、ま、あの、信じたのは仲間がいたんですけど、その仲間の密告で身に覚えのないですね、無実の罪を着せられて、シベリアでですね、地獄の収容所生活。10年間って言われたんですけどまあ、一応6年目で呼び戻してもらったんですけども、6年間の奴隷労働をさせられました。もう凍りついたシベリアの大地を掘って掘って掘ってというだけの労働で、この力はですね、この時に、あの、歯が全部抜けて、顎の骨が砕けてっていうですね、 あの、体調をめちゃくちゃ悪くしました。で、突然ですね、ドイツが降伏してですね、ロケット技術がソ連のものになると。V2 号の施設行ったんだけども、ところが、ソ連の技師には、科学者には何なんだか全くわからないと。とにかく、ものすごく進んでいるというのはわかるんですけど、ドイツの V2 号というロケットがあまりに進みすぎてて、な、一体何を作ってたのか、これをもう一回再現するというのはできない。わかんないと言われたので、 仕方なくコロロフを呼び戻すことにしたんですね。で、強制収容所から呼び戻しました。で、ドイツに連れてかれてですね、このミサイルを持って帰ってソ連で同じものを作れと。で、できればもっと優れたミサイルを作れと。作れなければお前を殺すっていうふうに言われてですね、シンプルですね。で、そう言われて仕方なくパートナーを組んだんですよ。コロロフ、一人で仕事したい人なんですよ。やっぱタイプとしては。一人で仕事したい眼光なんですけども、ドイツの V2 号というですね、 実際、コルルフは液体燃料をやってたからですね、原理わかるんですよ。ただ、なんでこうなってんのこれ、どこにこのチューブ繋がってんの全くわからないので、しょうがないから、自分と、に次ぐ、ですね、自分と同じぐらいの能力がある第2のロケットを、 工学のソ連の天才を呼んだんですけど、そいつはですね、かつて自分を無実の罪でですね、あの、収容所に送った、シベリアに送ったやつだったんですね。もうそいつと組むしかなかったんですよね。で、復讐心を心に隠しながらですね、で、後に核ミサイルを作ると見せかけて、実は人工衛星とか人間を月に送るロケット開発をしていたと。愛国者のふりをしてたんです。愛国者のふりをした反逆者。 えー、フォン・ブラウンがです、ね、目的のために手段を選ばないとしたらです、ね、コロリョフはです、ね、手段のためには目的を選ばない男なんですね。赤い彗星、セルゲイ・コロリョフです。同時に彼は、ね、あまりにやっぱり天才すぎたんですよあの。フォン・ブラウンってねあのなんだろうなロケットを作っただけなんですね。 だから、アポロ計画ってフォンブラウンがやったのはサタンロケットを作るという部分であったんですけども、だから、アポロ計画の立案にしてもですね、あと月着陸船にしても宇宙船、アポロ宇宙船にしても全部人に NASA という組織に任せた。だから、その、でっかいロケットを作るというシンプルな目的がクリアできたんですけども、えーとですね、どう説明すればいいか、ちょっと立ち上がって、こっち行きますね。 これあの、フォンブラウンが作ったですね、サターン5型ロケットの72分の1の模型です。72分の1ですから、まあ普通の飛行機の模型とかと同じだと思うんです。で、この下の方にある小さい緑色のやつ見えますかこいつですね。これがフォンブラウンがですね、ナチスドイツで作った V2 号ロケットの72分の1同スケールです。で、ここからここまでですね、25年ぐらいしかか,かってないんですよね。 で、25年といってもですね、フォンブラウンはその途中で10年以上ですね、冷や飯食らわされて何もさせてもらわなかったから、大体いい実質10年ちょっとで、この、このロケットからですね、この、とんでもない怪物ロケット。実際人類はいまだに、このサタン5型を超えるロケットを作れてません。これを作ることができた。それはもう一えに、フォンブラウンがロケットを作るということだけに集中したからなんですよ。で、対してですね、 コロリョフは違うんですよね。あの、コロリョフはですね、ロケット開発者としては、この R7 っていうですね、ソビ、ソ連のですね、何でも打ち上げられるロケットです。こいつで、結局スプートニックも打ち上げて、ソユーズも打ち上げて、それどころかですね、未だにこれ使ってます。多分あの、世界で一番打ち上げられたロケットというふうに言われてるんですけど、 なんかな、な、6 7 0回だった。<laughs> とにかく打ち上げ回数がすごすぎるんですよ。っていうのは、コロリオフの設計が抜群で、改良する必要が全くなかったからなんですよね。なので、こいつだけでですね、あのー、ほぼ六十年前から、70年前から、7年前から今ま、今までですね、ソ連からロシアになっても、いまだにこれを打ち上げて、で、今、あの、国際宇宙ステーションに行ってるのはこいつですからですね。これとは、まあ、アリアン通か。 これまだ未だに現役で飛んでるロケットです。で、えー、これをですね、作っただけなんですよね、コロリョフは、あの、ロケット技術者としては。でしかしその代わりにですね、コロリョフはソ連の宇宙計画すべてやってたんです。フォンブラウンとの違いです。あの、手塚治虫の話を覚えてますか手塚治虫ってですね、あのブラックジャックを作った男たちに出てくるんですけども、これですね。 このフリップを出せるのが嬉しくてしょうがない。ええー、と。あー。これですね。えー、まずカット。何も手つかずですけど。はい。 これは手塚、私が書きましょう。先生、カット。私が、私が、という。まあ、手塚先生の話なんですけどもですね。で、す、え、べ、ー、て私がやるから、もう皆さん大丈夫です。任せてくださいと言って、みんな安心するんだけど、後で地獄を見るっていうのがですね。あの、日テレ24時間テレビのですね、第1回のアニメを作っている時の話ですね。すべてのパートを私がやりますというふうに言ってですね、みんな偉い目に遭うという話なんですけども、 コロリョフも同じなんですよ。あの、世界初の人工衛星も、ロケット開発も、あとフルチショフから命令された核戦争用の中距離ミサイル、長距離ミサイルの開発も、おまけにカザフスタンのバイコヌールというところに作ったロケット打ち上げの基地の設計、ゼロから作るロケット打ち上げの基地の設計から現場に行っての監督も全部やると言って手放さなかったんですね。なので、ちょうどこんな状態です。 はい。え、上から映してください。えー、えっと、では、ソ連の宇宙計画を進行状況をごとに3段階に分けました。えー、計画のみで、えー、図面が白紙。図面が出来上がっている。製造に入っている。とまず、スプークとニック、何も手つかずの状況ですが、はいそれはコロロフ。私がやりましょう<え>先生と言って。<laughs> えー、では、カザフスタン打ち上げ基地。それコロロフやります。核ミサイル開発。それコロロフっていうふうにですね、 もう全部に手手を挙げてて、しまってです、ね、手放さなかったんです、ね、全く同じですね、えー、天才手塚と同じくですね何でもできてしまうからですねでおまけに人を信用してないですね人を信用してないから全部自分が引き受けてしまうんですねだから初期のソ連の宇宙計画の大成功っていうのは実はこのコロリョフの超ワンマン体制にあったんですよで アメリカがですね、初期の頃は、ソ連に大きく水をあけられて遅れたのは何事にしても決定するのに時間がかかると。だから、NASA の承認を取らなきゃいけない、大統領の承認を取らなきゃいけない、陸軍と海軍とのバランスを取らなきゃいけない。こういうのがあったから、アメリカの方はなかなか進まなかった、良さもつかなかったのに、ロシ、ソ連の方はフルチシフがいいよって言ったら、もうその瞬間、コロロフは全部自分の思うようにできたと。だから死ぬほど忙しかったんですけど、プロジェクトはどんどんどん,どん進んでた。 もちろんそれはコロロフのなんかすごい体力を犠牲にしてなんですけどもそういうことにできた。しかしアメリカはですね、その後ワンマン体制のコロロフにですね、追いついて、であの、はるかに追い抜いてしまうんですね。あの、フォン・ブラウンはシステム工学を信じることができてですね、人に任せることができた。それがこの後のですね、逆転の秘密なんですけども、えー、とりあえずですね、あの、無料パートはここまでにしておきたいと思います。えー、アンケートを出してください。 後半はですね、そのフォン・ブラウンと追いかけてきたソ連のコロルフですね。えー、3つのさっき言った謎。なんでこの形をしてんのかなんでこのチェッカーフラッグ柄してんのかなんで悪夢と、えー、なんだろう、夢。2つの側面を持ってるのかの話をしたいと思います。えー、後半はもう V2 号の話をかなりやりますんでです、ね、<laughs> すいません、めんどくさいです。えー、では結果出してください。 はい、ありがとうございます。ロケットの話しか今日はしないのでですね、全然手を緩めずにやってみようと思います。<laughs> はい、えー、それでは切り替えてください。岡田敏夫です。最後までご視聴ありがとうございました。岡田敏夫ブロマガチャンネルのご案内です。 毎週日曜夜8時からニ、ね、ニコニコ生放送、岡田夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF ハリウッド映画や経済問題などまああの政治とスポーツ以外はですね大体取り扱ってます、えー、番組は毎回無料のです、ね、表放送45分と有料のです、ね、裏放送がその後でさらに45分合計90分あります岡田敏夫ブロマガチャンネルではですね毎月たった500円でこの表裏両放送がすべて見れます。 過去の放送も見れますし、あと毎日メールマガも配信しております、えー。参加お待ちしております。